この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。モジャルレンド。ウェイッス、トモッチャジュエス。前回は、マイホームの近くにいた山賊をご覧のように粉砕して、発電所などを建設しました。現在、クアーリーで解体工事をしているところです。下準備もできたので、今回からマイホームまでの鉄道路線の工事に取り掛かります。延伸工事は、先にマイホーム側の駅を建設して、その後にアステル村の線路を接続する方法で作ります。なので、今回は駅をサクッと適当に作っておきましょう。その前に、家族の顔を見ておきましょうかね。嫁さんに愛想を尽かされることはありませんが、下手するとゾンビになってたりしますからね。トモッチャのマイホームは門番のメイドさんやゴーレムもいるので、その心配はありませんが。伊勢崎村とのバイパスを建設した時にも立ち寄って、二人目の子供を作っておいたので、子供たちの様子も見ておきましょう。お邪魔します。違う。ただいまー。めったに帰ってこないから、逆に落ち着かない。メイドさんも羊犬たちもご苦労さん。とりあえず、嫁さんの顔を見ておきましょう。嫁さんは自室で待機していますが、娘は屋敷を自由に歩き回っているので、探さないといけません。娘よ、どこにいる？パパだぞー。恥ずかしがらずに出ておいでー。屋敷で娘を追いかけ回すおっさんとか、通報案件ですね。捕まったら殺される。そんなホラーサスペンス系の映画あるよな。実の父親を不審者扱いとかやめえや。まあ、いい。とりあえず先に嫁さんだ。二人目の子供は順調かい？ハニー。二人目の娘の名前はリリーです。もう成長できるみたいですね。赤ん坊を受け取って投げつけると子供になります。ホームポイントの設定をしろと言っているので長女と一緒に子供部屋をあてがいましょう。長女のアリサはどこかなと。うちの娘を見ませんでしたか？っていうか、あんた誰よ？日記さん。あ、嫁と長女と次女の3人になったから MCA の衛兵がスポーンしたんですね。あ、いたいた。早速子供部屋に案内してあげましょう。それにしても、衛兵が女性でよかったです。男性だったら真男認定で即射殺してました。それじゃあ、これからはここで寝るんだぞ。まずは長女。続いて次女にセットホーム。衛兵が男性だったら、留守中に娘と、勝手に結婚して、知らないうちに子供作ってたりして、一瞬でおじいちゃんになるところでした。さてさてさて、工事の方に進みましょう。まずは道路を作って区画の確認。道路は今後、延長して発電所などに繋げられるようにしておきましょう。思ったよりも、ずっと近かったので、山賊を早い段階で排除したのは正解でした。整地作業には、発電所からの電力を使ってフィラーを利用しつつ進めていきます。同時進行で進めないと、時間がまるで足りませんからね。そんなわけで、どんどん建設していきます。サクッと完成。いつぞやの車庫。車庫と道路もつなげておきました。これで気兼ねなく自家用車で出かけられます。駅の周辺には雑居ビルなども建設する予定ですが、それらの建設は路線が開通してからになります。とりあえず先に、駅前の広場を作っておきました。近くに池があったので、そこから水を引いている設定。余剰の片焼き粘土を消費したかっただけでもあります。桜の木を空色の染料で成長させて、空色の桜にしています。
一本だけのフェンスは車止めのつもり。主な役目は馬を首綱で繋げておくのに使うつもりです。いや、そのつもりでしたが、結局使うことはありませんでした。最近は、時間省略のために細かい移動は全部テレポートしちゃってます。そんで、マイホーム駅。規模が大きかったので、内装はかなり省略しています。犬の駅員さん。こっち向いて。虫かよ。まあ、所詮は畜生ですからね。餌を見せればこっち向きますよ。肉を見せた途端、首をかしげて愛想を振りまく。なんてあざとい。でも可愛いから許す。改札にはフェンスゲートを設置しませんでした。佐賀村の駅ではつけてましたが、通るたびにガチャガチャうるさいのもうざかったので、こっちの駅ではつけていません。上の白いのは運行情報とか出てるあれ。掲示板。そんな感じのあれです。まあ、情報なんて表示されないんですけどね。こっちは売店のつもり。駅弁とか売ってるイメージ。こっちもガード下のお店。内装を省略できるように、通路の幅を広くしてごまかしています。通路を狭くして、お店を増やした方がそれっぽくなるのですが、内装にこだわるほど時間がかかるので、今回は省略。でも、トイレは作ります。反対側は女性用。トイレのない駅なんて駅じゃありません。アステル村の駅にはトイレありませんけどね。ホームは伏線。単線運行のすれ違い対応駅です。これ、自販機のつもり。石のボタンでもつけた方が良かったと、編集中に思ったり、ホームの壁にも絵画を貼って賑やかしておけば良かったと、編集中に思ったり、屋根の中央のラインも、塞がずに開けておいたら良かったかもとか、編集中に思ったり、大きな建物を作ると、後半だれてきたのが顕著になります。動画を編集している間に気づいた点は、投稿後にちゃっかり修正していたりします。ここから北に向かうと、ウンガー村やインドメサ村方面に行けます。メサバイオームまで線路を伸ばしたら、ゼプンカムイの出番がなくなってしまいますね。こっちの改札は、道路を挟んで反対側の建物です。弁当屋さん。キオスクとか駅弁屋さんのつもり。安定のトイレ。トイレのない駅なんていかやく。運行掲示板は木綿豆腐のフェンスブロックです。こっち側の建物の壁も木綿豆腐です。そろそろ、木綿豆腐の在庫も厳しくなってきたので、豆腐ワールドに行かないといけません。建物の壁がのっぺりしていたので、適当に絵画を貼って、広告のポスターっぽくしています。内装にこだわるなら、ガラスでショーウィンドウにするといいかもしれません。道路に面した部分はお店で賑やかしてます。従業員不足で寂しい。キノコの里から、またワンコを連れてこないと、足りなくなってきました。こっちはバックヤード的な建物。省略された内装。あ、これ、ロッカーのつもり。こんな感じですかね。最後にいつもの空撮。地味に水路を作ったりしてみたり。特に意味はないんですけどね。ちなみに、地上駅ではなくて、高架駅にした理由ですが、この道路をまっすぐ伸ばすと、前回の発電所まで通じるんですよね。まあ、延伸する機会があれば、延伸しようかなとか思ってたり。高架下の道路が大きめに作られているのは、さっきちらっと見えたメルカバ戦車が通れるサイズを基準にしているからです。とりあえず、駅舎が完成したので、次回からは線路を伸ばしてアステル村と結びましょう。
佐賀村でのトンネル工事や、バイパス建設と同じ方法で作っていくので、カットしすぎて尺が余ったら、駅前に雑居ビルを建設してしまうかもしれません。そこら辺はともっちゃの気分次第なんですけどね。それでは、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオー。